皆さんこんにちは。ワンダーシェアフィモーラのクロエです。あなたのクリエイティブを加速させて動画編集を始めよう。こんな動画は今まで見たことがなかったの。こんな動画もこんな動画も。そこで思ったの。私にも作れるかなって。うん、できるはず。最近 YouTube を見ていたら衝撃的な体験をしたの。ビデオグラファーで YouTuber でもあるピーター・マッキノンの B ロールがとてもユニークだったんだ。感動したポイントを厳選したからみんなにシェアするね。それでは B ロールを作り始めよう。日常的でシンプルな行動を見つける。日常的にするシンプルな行動を見つけよう。まずはこのスタジオでする毎日のルーティーンを掘り下げてみるよ。メールを書いたり、ブレインストーミングをしたり、朝のコーヒーを飲んだり。ブレインストーミングのプロセスを B ロールに作り変えてみるよ。時々このスタジオでブレインストーミングをするんだけど、今日は B ロールシーケンスをブレインストーミングしてみて、どんなことが思いつくか見てみよう。同時にブレインストーミングをするときに何をしているかも見ていくよ。そう、思い描いて、感じて、味わうよ。それじゃあブレインストーミングのプロセスを表現する素材を集めていくよ。ピーター・マッキノンがどのようにカメラを使っているか参考にしてみよう。やる気に満ち溢れたカメラの動き、一人称視点、クローズアップ撮影、そして継ぎ目のないトランジション。私は今何をしているかな。ノートにアイディアを書き記して、撮影イメージをスケッチして、トランジションを考えているよ。ドラマティックにペンを取り出し、足踏み、ペンへの目配せ、髪の毛を翻し、風がノートをめくる。プロセスを演じていけば、そこに名作ができるよ。撮影機材の選定。次はどんな機材で撮影するのかを話すよ。カメラでもスマートフォンでも好きな方を使ってね。設定にはこだわりがあって、フレームレートは 24fps がおすすめ。シネマ風の動画に仕上げることができるよ。反対にスローモーションで撮影するときには60か 120fps に設定してね。そうだ、もう一つ、カメラを安定させるのも大事。カメラを動かすときにはいつもできるだけブレないように気をつけているよ。結果的に編集のときに自分を助けることになるからね。ありがとう。これで必要なものは全て撮り終えたよ。でも撮影を終えただけだからね。マジックはこれからの編集作業で起きるよ。素材をフィモーラにインポートしてね。まだフィモーラをダウンロードしていない方はウェブサイト、もしくは概要欄の URL からダウンロードしてね。これから動画の仕上がりを左右するとても重要な編集のヒントを紹介するよ。スピードランプ。スローで撮影したこのカットを覚えてる？今こそスピードランプの出番。これであなたの動画もすぐにダイナミックで目を引くものに変身。サウンドエフェクト。そう、サウンドエフェクト。まさに見えない相棒ね。多用は禁物、ほどほどに使ってね。悲しい話。こんな悲しい話もあるよ。時には気に入ったクリップでも短くしたり省いたりしないといけない。まさに愛の無知ね。そうそう、最終調整も忘れずに。動画に合う音楽を入れて最後の仕上げをしてね。動画の見直し。動画の見直し。最後にとても重要なヒント。それは動画をすぐに完成させないということ。一度編集を終えたら休憩をとって、もしくは寝てもいいね。それからもう一度新鮮な気持ちで見直してみて。さっきとは違った見え方になるはずだよ。理想的な動画を作るイメージはできたかな。 B ロールのアイデアを思いついたらぜひコメントで教えてね。こだわりの動画のシェアも待ってるよ。最後まで見てくれてありがとう。高評価とチャンネル登録をして新しい動画をお見逃しなく。 Keep Creating。 また次回の動画でお会いしましょう。